船橋市には市内の小中特別支援学校の児童生徒を記者に任命する児童生徒記者制度があります。これまでにシンガーソングライターの奥花子さんなど多くの児童生徒が子ども記者に任命され、子どもたちならではの目線で書かれた記事を通して船橋市の素晴らしさを伝えています。今週初めは今年度の児童生徒記者任命式の様子をお届けします。これより平成30年度児童生徒記者任命式を開催します。市立船橋特別支援学校美濃島智晴、はい、記者に任命されたのは小中特別支援学校の各学校から推薦された85名です。小和釜小学校石上優愛、はい。児童生徒記者制度は町の出来事や学校の話題などを子どもならではの視点で感じたことを記事にして市民に伝えてもらうための取り組みで、昭和48年から続いています。全校児童が1000人ぐらいいて、でその中の代表に選ばれたっていうのがすごく誇らしく思っています。作文を書くこととかは普段からとっても好きなので、生徒記者になってみんなにうまく伝えられたらいいなと思います。学校の代表のしてちゃんと務めることと、と面白い、みんなが読んで楽しくなるような記事を書けるように頑張りたいです。子どもたちが取材した記事は広報船橋や市ホームページに掲載され、大人顔負けの鋭い発想や意見は読む人たちを驚かせています。私たちからの目線ではなくて子ども目線なので、すごく斬新なアイデアであったりとか、あとは親しみやすいとか、子どもたちが共有しやすいっていう情報もあったりするので、その点はすごくいいかなと思います。衣食所田中義明海神小学校。松戸徹船橋市長から代表の海神小学校田中義明さん、船橋中学校矢部愛理さんに委嘱状が手渡されました。小学6年生の時に実際に児童記者をやっていて、その体験がすごく楽しかったので、今回生徒記者をやろうと思って、で学校行事とか、そういうあとは船橋市の名所とか、そういうものをいろいろ取材して良さを伝えられるようにしていきたいと思います。船橋の学校などってこんなすごいんだなっていうところを地域の皆さんに知ってもらえると嬉しいです。今日ここにいる児童生徒記者の皆さん一人一人が歴史を作っていく主人公です。ですからこの1年間ぜひともいろんなことにこれまで以上に、例えばニュースを見ていても興味を持ってもらって、こういうことは船橋ではどうなんだろうとか、こんなことを船橋やってるかなとか、そんなことも気にしながら過ごしていただければというふうに思っています。子ども記者の任期は1年、市内各地で取材を行い、見聞きしてきた内容から生まれた疑問や感じたことを記事にします。自分たちの住む町について子ども記者たちは、イベントとかたくさんあるので子どもから大人まで楽しめる町だと思っています。近所の人とかの挨拶がすごい多かったり、あとなんかいろんなものをお裾分けとか、近所の仲が良かったり、地域全体で協力しているところだと思います。伝統とかいっぱいあるし、なんか レジャー施設とかショッピングセンターとかいっぱいあるので、そういうのをもっと全国に広げていきたいと思います。子ども記者の仕事は記事を書くことだけではありません。では皆さん出発します。市の活動や施設の役割などに関心を深めてもらうための公共施設見学会を行っています。夏休み期間に合わせて行われる恒例行事で、市内の公共施設などをバスで巡ります。昨年は命について考えようをテーマに、船橋三番瀬環境学習館、動物愛護指導センター、プラネタリウム館を見学し、
命の尊さを学びました。さらに4年に一度夏のオリンピックの年に行われる行事があります。ただいまから第10回子ども市議会を開会します。子ども市議会とは、子ども記者が議員となって市長や幹部へ質問や提案をするもので、子どもたちの提案をもとに実際の市政に反映されたものもあります。子ども記者を担当するのは市役所広報課の職員です。写真の撮り方から取材時の対応など、分かりやすい記事を書くために役立つ知識と技術を指導しています。新聞や雑誌で書いてあるような、完璧な文章でなくても構いません。みんなが伝えたい、知ってほしいという思いを込めて書いていただければと思っております。記者だからといってというわけではなくて、本当にその今を過ごしている子どもたちが本当に関心を持っているんだということをまず発掘をしてもらって、そこからいろんな人に知ってもらうという行為を楽しんでもらえたらと思っています。読んでもらう人に分かりやすく作っていきたいです。後輩と先輩との仲のいいところとか、先生も活動しているところとかを書きたいなと思います。非常食について書きたいと思います。自然がとっても豊かなので、これから書いていく記事の中にも自然のこととか、海とか、あと植物とかのこととかも入れていきたいなと思ってます。自分がそういうのを2回もできるっていうのは嬉しいことだと思います。この間の時はその議長になれたことは良かったんですけど、なかなか記事が載らなかったっていうのと出せなかったので、今回は積極的に記事をいっぱい出していこうと思ってます。40年以上の歴史が続く児童生徒記者制度、子ども記者たちはこれからの1年間地元のあらゆる魅力や情報を市民に向けて発信していきます。今年度もですね、いろんな子が記事を提供してもらって、本当に面白い記事を作ってよかった、伝えてよかったって思えるように、一緒に頑張っていきたいと思っています。これから1年間の広報活動を経て、子ども記者がどのように成長していくのか、とても楽しみですね。子ども記者が書いた記事は広報船橋や市ホームページの子ども記者通信に掲載されます。ぜひご覧ください。さて続いては、草花に親しんでもらうために毎年行われている緑と花のジャンボ市の様子をお届けします。ベゴニアやペチュニア、マリーゴールド、春を代表する色鮮やかな草花、青空の下、第85回緑と花のジャンボ市が開催されました。この催しは、草花に触れ合う機会と植物を育てる楽しさを知ってもらうために、天沼弁天池公園を会場に4月と10月の年2回行われています。緑化の普及や緑に興味を持ってもらえるということを目的としておりまして、植木や花苗等の販売、また体験コーナーなど、来場者の皆様が直接緑に触れていただく場を提供するという目的で授業を行っております。会場には市内のフラワーショップや造園業者など7団体が出展しました。見ごろを迎えた草花や盆栽、苗木、また野菜や果物の苗など、およそ1000種類の植物が所狭しと並んでいます。身近にお花が見ることができていいと思います。部屋が明るくなりますよね、花があると。花とか緑もそうですけどね、大好きです。いろんな種類があって、いろんな色とかもあって、一つ一つ違うから、そういうとこが好きです。栽培や手入れの方法などについてのアドバイスを専門家から直接聞くことができるのも、この催しの魅力の一つです。普通に水かけやってあげれば、どんどん育つのと、あとは肥料ですね。
腐葉土とか赤玉とかあと培養土も混ぜてやれば結構きれいに育つんじゃないですか。この日は松野徹船橋市長が会場を訪れました。もうずっともう歴史を重ねてきてますけど、やっぱり季節の変わり目にやっぱりこういった緑を市民の皆さんがお庭だとかいろんなところでこう活用してもらえるっていうのは、街全体が花があったりとか緑があるので、そういった意味では非常にいいきっかけ作りなので、大事にやっててほしいなと思ってます。緑があふれる会場には来場者を楽しませるさまざまな催しがあります。毎年春のジャンボ市で行列ができるほど人気なのはハーブ苗の無料配布です。今回はラベンダーやローズマリー、アシタバなど30種類のハーブを2株セットにして、午前と午後で各100セット用意しました。配布開始から5分も経たないうちに終了するほどの人気ぶりでした。申し訳ございません、ありがとうございました、とりあえず土ちょっと入れて見てください。季節の草花を使った体験コーナーには毎回定員を大きく上回る応募が集まっています。この日は多肉植物のミニハンギング作り、2種類の多肉植物をベースに植物を上や横の目線からも鑑賞できるガーデニングの手法を用いた寄せ植えを行います。下の葉っぱこれ取れますので、ポロポロ取れますので取っちゃって大丈夫ですね。まずは土を入れ、多肉植物の配置を決めてから次々とイメージを形にしていきます。寄せ植えが完成すると、次は4本の麻紐を使い、枕目編みという結び方でプラントハンガーを作ります。こうやって同じ紐を、あで間隔は狭めです。初めて編むという参加者が多く苦戦する姿も見られましたが、丁寧な解説をもとに参加者同士で教え合いながら作品作りを楽しんでいました。カラフルに出来上がって良かったなって思います。日が当たるところに飾りたいと思います。このグリーンネックレス、これですね、これが全体的にうまく配置できたとか。で、枕目今流行ってると思うんですけど、やったことなかったので、ちょっと苦戦しましたけど、結構簡単にできるんだなと思います。リビングに置きたいなと思います。日当たりのいいところ。他にもペチュニアやマリーゴールドなどおよそ600株の草花を使って描かれたひまわりのモザイクアートが展示され、撮影のスポットとして人気を集めていました。緑と花のジャンボ市は船橋市が目指す緑豊かな街づくりの一環として行われています。この他にも市政70周年に開催した全国都市緑化船橋フェアをきっかけに、さまざまな事業を展開しています。花壇コンテストということで、春と秋年2回皆様が丹精込めて育っていただいた花壇を表彰するという事業を行っております。またそれ以外に花いっぱいまちづくり助成事業としまして、街角など皆様が育てていただいた費用の2分の1を負担するという事業も行っておりますので、皆様からの積極的なご参加をお待ちしております。2日間ともに天気にも恵まれた緑と花のジャンボ市は、目で見て話を聞いて自分好みの植物選びを楽しむなど、草花と触れ合う良い機会となりました。皆さんもぜひ市が行う花と緑で街を彩る取り組みに参加してみてはいかがでしょうか。それでは今週はこの辺で失礼いたします。